こんにちは、ひろちゃんこと矢作ひろみです。今日はいわきの天空の里山に行ってきました。久しぶりの天空の里山でした。福島さんにも会えたし、それから、福岡栽培をしている聖子さんにも会えました。とっても楽しかったです。ではどうぞご覧ください。あなたね、福島、あなたね、あなた土地とね、え、土地と何、土地とね、それから場所を探しに来たんだよ。場所と、そうそうそう、探しに来たんだよ。不動産会社とか、そうそうそう、うん、農業する、農業とかね、そうそうそう、そうそうそう、それで、で福島さんです。ここんで、そうそう、福島さん、はい、はい、福島さんです、はい、よろしくお願いします。でご縁があってすごくいい方で、いや、それは何とも言えないけど、そこでですね、ここはどういったことをやってるんですか。復習です、はい、だから、はい、だからね、はい、まあ、作りっていう農業をやってる。天空の里山作り、作りで、今この地図を、はい、いつからですか。いつから これですね、そのね、いつからっていうのはね、まずこれ原点は311ですね、うん、そうですか、311ね。で、うんうんうん、やっぱり相当の長い時間、悩んで、健康のことだとか、特に農業者っていうのは食べ物を栽培生産しますんで、うん、まあ、そういうところからすごく悩みました、うん、その一旦この環境が汚れるとこんなに大変なことになってしまうんだと、うん、ね、だなっていうことがもう一番の実感ですよ、うん、そしたらでもね、ここで第一、その後農業が続けていかれるかどうかっていうのも、うん、2011年、いっぱいぐらいは悩んだのね、うんうんうん、だけどその73でこの集落の農業者の一番の若手です、うんうん、で天空の仕上げた義理の母親が、うん、ね、うんうん、もうあのなんだっけ、あの天空のラピュタ城、はいはい、なんだっけ、あれ、なんとか早よ、なんとか宮崎早よ、うん、監督のはるか前に、うん、うちの母親はここを天空の里山だって名前をつけたんです、うん、昭和30年代です。あ、うん、ではね、ずっとここにいたんだけれど、うん、どっちかって遊び人で、うんうん、まあ酒は好き、うん、女は好き、かけごと好きね、毎週ゴルフやってるようなね、そういう、うん、いつの時ですか。いや、あの自分で会社を経営したんですよ、で結構そのなんだろう、接待交際費を、うん、税理士から使え使えって言われるぐらい、うんうんうん、まあ、いくつの時にその畑に立つようになったの。59だから12年、うん、まあ、73だから、うん、13年前、うん、ここ30年は住んでたけど、そう、でもそのまま、まあ、約束としては、うん、とにかく私は荒らさないようにだけはするからと、うん、で畑が約2000坪で、田んぼが約1000坪あるんです、あんた、うん、でどっちも受け継いで、米の方はねやってました最初ね、で畑は8軒しかないの、世帯がね、はい、この集落、この集落、ね、ここ、うん、ここら辺に、はい、この地図のこの辺にあります、はい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 、福島さん家はここに青い矢印あるんだけど、はい、8軒しかなくて、はい、で現在は19人が暮らしてるんですよ、私たち家族3人も含めて、うんうん、ところがね、ところがっていうか19人中高齢者って言われる65歳以上が16人、うん、超限界集落で、73になろうとする私が農業者と一番若い、そう、16人と、何、天空の里山作り、うん、の原点、ね、はい、の原点について教えてください、うんうんうん、はい、それは、はい、ここに移住し、まあっていうのは、ここはね果樹の圃場がある、
ここ全体が、うん、果樹っていうのは、まず面積は果樹っていうのは果樹っていうのは果物、果物ね、桃、梨、うん、梅、柿、プラム、イチジク、イチジク、うん、その辺が主力生産、うん、で畑だけで10ヘクタールなんです。10兆部見当つかない、うん、東京ドームいくつとか、あ、そういうのもちょっと分かんないけどで今私たちがこの集落の人から預かってる、はい、あの畑を含めて畑だけね、うん、田んぼは別にしてますから、うん、約1万坪の畑の維持管理を今1万坪、うん、1万坪です、ね、うん、誰か計算してください、ね、1万坪だと1万坪、この地図の色がついてて番号が振ってある、この全体、これ、ね、この全体が今1万坪、1万坪あるらしいです、うん、1万坪です、あります、はい、あります、はい、で、それはやっぱり、うん、私が借りてね、うん、農業経営をしてるっていうことではなくて、うん、高齢化して、うん、一つは旦那さんが先にお亡くなりになられた奥さんから荒れないようにしておいてほしいなとか、うんうん、あるいはもうおばあさんになって畑に来れなくなったおばあさんから、うんうん、福島さんって言われて、だからその私も積極的に預かってるんではないんだけれど、うん、もうそう頼まれた時に断れなくて預かっている面積がこれだけあって、うんうん、でこの白く抜かれているところも実は耕作放棄地なんですよ、うん、でそれはこの白いところも耕作放棄地だそうですそうで、それはもう1万5000坪からあります、うん、1万5000坪だそうです。見当つかないですね、うん、見当つかないよ、そう、元広いというか、ね、広いという、ね、そうそう、広い、うん、まあ、とにかく荒れたら地域は寂れるし、うん、野生動物はどんどん出てくるしね、うんうん、だから荒れさせないため、それからふるさとを守るため、うん、にはやっぱりきれいにしなくちゃならない、うんうんうん、いうことをずっと思い続けているわけですよね、うんうん、で、はい、移住してきた40年前っていうのは、はい、ここが果樹の圃場で、うんうん、春なんかはね、もう花の季節はものすごいきれいでした、うん、で、ミツバチはたくさん飛んでたし、夏はホタルも、ここホタルが飛んでたんですよ。そうなんだ。ミツバチの分布なんて見たことないでしょ。ないもうそういう自然がもう豊かだった。で、それがいつの間にかいなくなっていくんだよね。で、気がついた時には全くいなく。で、同じことが川でも言えるわけ。川魚やザリガニやね、メダカや、うん。でそういうものがいなくなると、うん、鳥も食性が変わってしまうので、うん、例えばカワセミなんかいたんですけれど、うん、いなくなるわけですよ、だからね、その原点、うん、里山作りの原点の話、ね、お願いします、それが、はい、その40年ぐらい前の姿なんです。じゃあなんでいなくなったのかなっていうことをこう思うわけじゃん、うんうん、でも学者じゃないからきちんと調べたわけじゃないけれど、うん、どうもその日本の農業が、果樹や田んぼもそうなんですけど、農薬を多用するようになっていくのと比例してるんで、なるほど、しか思えない、わかる、うん、わかります、思えない。でそのことを時をまあ、うん、最後の頃知ったわけだよな、うんうんうん、でやっぱりこれが一番貴重だと、うんうん、だからなんとか、そういう姿に、うん、まあ、戻していきたいと、うん、で簡単には戻れないから、うん、ずっとそれは継続してやっていかなくちゃいけないので、うん、農薬や除草剤をやめたっていうふうにするわけだけど、うん、そこから変わっていくんですけどね、うんうん、でその影響力っていうのもこの親族にもあって、うん、まあ、最近は福島さんはもう無農薬だから、はい、あんまりその農薬は使わないようにしようとかね、はい、うん、いうようになってますし、うん、やっぱりこの地域全体がそういう場所にすべきだと、うんうんうん、皆さんのそう、これ全体がね、うん、そういうこと、うん、これ全体が、うん、
そうなって初めて、はい、この地域の価値が出るわけですよ。はいはいはい、俺のところだけが綺麗ですって言ったって、はいはいはい、ここだけ、ここだけってね。そんなの意味はない。ないの。なるほどね。うん、でそうやってその先に昔のそのホタルやミツバチをね、取り戻したいわけです。取り戻したい。うん、取り戻したいですね。そう、それが天空の里山作り。はい、なるほど。うん、ここは本当に無農薬なんで、うん、無農薬全域無農薬。この人なんか自然栽培よ。あ、そうですか。うん、不耕起栽培って知ってる？耕さない、はいはい、もうひたすらあの刈り取った草を積み重ね。それをやられてるんですね。そう、耕さない。何ちゃんっていう。だからね、農薬除草剤をとりあえず使わないっていうことが、なるほど、あの最低条件で、この天空の里山 で EM を使おうと、うん、自然栽培やろうと、うん、何でもいいの、うん、なるほど、とにかく環境も私たちは汚さないようにしよう、なるほど、うん、ね、そしてそれを広めよう、はいはい、広めよう、うん、で将来の子供たちに、はいはいはい、そういういい環境、安全な食、うんうんうん、食べるものを作れるような環境を残すんだ、うんうん、なるほど、うん、それこそあの311の教訓でしょ、うん、そうですね、うん、すごい、それを実践されてる、すごい、いや分かってたけど、でもちゃんとね、いやいや、ちゃんといつもあのたまに私で電撃方法で、はいはい、ね、パッと帰っちゃうんで、うん、時間があって、今日はねこうやってじっくり YouTube でね、うん、撮れるので、もう一回復習、この地元の NPO や女性の会とかっていう人たちが提唱された、うんうんうん、オーガニックコットンの栽培なんで、それがあの綿なんです。オーガニックコットンだそうです。うん、オーガニックコットン。あのアバンティの渡辺千恵子さんとかね。まあ彼女たちが、はいはいはい、あのその塩害や放射能の吸収率が、はいはい、あの低いと言われるで口にしない、うん、コットンで農業の再生を、はい、うん、はい、しませんかっていうことがあって、うん、でその話、うん、これはね茶面って言ってね。茶面。うん、茶面でもね、これ葉面なんですよ。葉面の原種に近い、うん、葉面っていうのはあの、あ、うん、これも、うん、これも葉面、緑の、なんかすごい、緑、葉面の葉は感じる、うん、ヨーロッパの葉、太平洋の葉です。そういうこと、うん、あ、だからエジプトとかインドとかっていうのが、うん、あの綿の発祥って言われますけれど、ありがとうございます、うん、そちらの方の系統 の、うん、ものなんだけれど、ただ日本の今気候風土、うんうん、インド の綿を日本で栽培しようとしてもダメなんですよ、うん、ね、うんうん、こういう刺しまで作られております、うん、はい、ありがとうございます、はい、うん、でおいでくださいました、うんうんうん、で彼らと一緒にあの栽培を手掛けるようになるんだけれど、はい、でその後リピーターとしてここに来られてる方々と一緒に取り組んでるのが、うん、その綿だけではなくて、うんうん、地域づくり、将来づくり、なるほど、素晴らしい、うん、まあ協力してくれるようになって、はい、次に、はいはい、この天空の家、ね、うん、建物、天空の家、はい、そうだね、これもね、どうしたんですか、1日かかるよ、これ喋るの、いやじゃあ短く10秒で、はい、いやあのですね、私2013年にその運営をされて提唱されていたグループの中の地元の NPO、うん、ザ・ピープルっていうの、うん、吉田恵美子さんっていう理事長と人を介して会うんですね、はいはいはい、で話を聞いて、じゃあぜひ私も参加したいっていうことを、言ったのが2013年の秋で、はいはい、でコットンっていうのは春種まくんです、はい、だから13年に決心はしたんだけれど、実際の栽培は14年から始まってるわけね、でそのあの今の時期からだんだん畑の準備をして、うん、で負けるような、うん、あの畑作りをしていくんですけど、うん、であの市民参加型農業っていうのを提唱されていたので、うん、多くのボランティアの方と一緒にやるんだということでした、うん、でまあそれも半信半疑だったけれども、うんうん、あのどうなのかなと思って、うん、そこに僕は一つの希望を持ったんだよ、うん、それはこの農業の衰退を食い止めていくには、うん、今のも
個人経営とか家族経営の農業では絶対立ち行かないんですよ、うん、で、14年でもう300人ぐらい来ました、うん、でそのうちのね、うん、7割ぐらいが女性なのよ。女性なんだ。女性の方がね、ボランティア、うん、ボランだから、うん、早くトイレ作んないといけないなと、うん、で、うん、あの相談をして、うん、クラウドファンドを呼びかけて、うん、でバイオトイレをここに作りました、うん、まあ、今知らないので外のトイレできました、うんうん、でその後が今度は、うん、夏の炎天下とか、うん、でとにかく今車でいらっしゃった通り、うん、ここにバスは来れません、はい、で首都圏からバスで大体来ますので、はい、下の広いところで降りる、はいはい、であと歩いてくるわけですよ、はい、ね、で来てくれるわけ、うん、ところがさ急に雨が降ってくる時もあるわけだよ、あどこにも逃げるとこないのよ、うんうん、それと、うんうん、あとあの夏の危険な暑さの中の、うんうん、ね、うん、食事、もうこれもね申し訳ないなと思いながら、うん、だからあの早く、雨風しのげて休憩できるようなところが必要だってもう思いましてね、うん、だからトイレができてすぐもう次に手がけなくちゃいけないと思ったのがこの施設なの、うん、で、める、うん、もうあの雨風がしのげればいいから、特に最低でもいいと、ガレージみたいなのでいいから、うん、それでいくらぐらいかかるかって出してもらったら、うん、800万ぐらいの見積もりが上がってくるんだよね。ね、でそっからじゃあ内壁はいらないとか、うん、うん、何はいらない、何はいらないって取って500万ぐらいになった、うん、それで500万、はい、で初めて、はい、じゃあその金額があればできるんだっていうことが分かったので、うんうんうん、資金繰りに入っていくわけだよ、うん、この、住友商事の東日本再生プログラムっていうね、うん、にトライするんですよ、うん、そして採択を受けた、もうダメ元だから、うん、ダメ元でやってみようと、2017年に、工事が始まって2018年の、夏、竣工しました。うん、でやっぱりもうここにいらっしゃる方々にとって、うん、こういう建物がこの農地の中にあるっていうことがやっぱり最大なんですよ、うん、来やすい、うん、そして安心して来れる、うんうん、なるほど、そう、それができたっていうことで、そうですね、さらにこう弾みがね、なるほど、うん、すごいです。だってその前は自宅に招いてたわけね、あ、遠慮するし ね、 来る人、そのじゃあ1トンの綿をどうするかって言ったら、うん、やっぱり自分たちではもう使い切れないわけ、うんうん、それで、うん、その何、実際にファッションの製品を作っている会社にその綿を売っていくっていうね、あるいは、はい、あもう一つは、はい、自分たちがデザインをしてこんなのが作りたいな、手ぬぐいだったらこんなの、手ぬぐい、T シャツだったらこんなのっていうのを委託生産、うんうん、それ売ってもらうんじゃなくて製品を作ってもらって自分たちで販売していくっていう、もう一つの方法ね。でそれがまあ事業に向けた取り組みなんですよ。でこれがプロジェクトのまあほとんどなので、この織姫の会っていうのが、うん、ここで綿を作っていて、ここにこう三浦さんのように遊びにいらっしゃったり、うんうん、お手伝いに来てくれる人がある時はこれで糸を紡いでみたいと、昔の江戸時代の人たちがどうやってその布をね作られていたのか、うんうんうん、実際にここにもうあるわけだよ、綿が、うんうん、手にしたわけだよね、うんうん、どっかで買ってくるんじゃなくて、うん、自分が今手にしたもので布を織っていく工程を勉強したいと、うん、でそういうことをやってもいいですかって言ってきた人たちが、うんうんうん、この織姫の会っていう、織姫の会っていうのがあるんですね、うん、作ったわけ、作ったんだ、そう、はい、でそれから、まあ、先生もいない中で、
いろんな本を読んだり、はい、動画を見たり、はい、そういうのを参考にしながら、はい、今年で4年になりますけど、はい、4年経ったんだ、はい、4年経って初めてあの、はい、布までね、織物ができたんですね。そうです。一つのこう、うん、そう、例えばこう、こういうようなのがね、まだまだ粗いんだけど、そう、うん、このオーガニックコットンプロジェクトの中にいた酒井裕太君っていう人が、うんうん、株式会社起点っていうファッションブランドを立ち上げるんですよ、うんうん、私の立ち位置としては、はい、まあ、起点がうまくいってくれるように、はい、まあ、応援していると、はい、うまくいってくれれば原面の買取価格も上がっていきますし、はい、うん、あ、でも40代の人たちなので期待してるんですけども、うん、起点ですね。でそう、はい、やがて、いいものがね、はい、ヒット商品が生まれてくれることを願ってますけども、はい、もう絹の、はい、川俣の絹の文化展検証と同じように、はい、綿の文化を裾野を広げたり、うん、子どもたちに伝えたり、うん、うん、いいですね。ね、うん、それをやってます。それでなおかつその手仕事で作られる製品、うん、それも何かあのいいものができれば経済活動したい、ね、そうでしょ。うち、ね、あのシーツを販売してるの、うん、で今は市販のシーツ、綿の 100% のシーツに、うん、フラワーオブライフの、うん、あのチャクラのシーツを販売してるんですよ、うんうんうん、で本当はオーガニックコットンの綿が欲しいの、うん、こう1枚のお布団シングルのね、うん、あれが欲しい、うん、欲しいです。商品は綿なんです、うん、綿ですね、もう、うん、動きやすくてあったかくて、はい、ね、丈夫で、はい、うん、はい、だから、そのもう栽培から糸紡ぎから、はい、浴衣にし、はいはい、子供の、着物にし、うんうん、おしめにして、ね、雑巾にして、もして、ね、そうですね、灰を畑にまた戻すっていう、そういう、うん、本当にこう循環型ですよね。そうだよ、こうね、そう、ぐる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 回ってね、うんうん、だからそういうものをこう、うんうん、自作でね、できるようにできると思います、うん、頑張れ。だからあれはポータブルの織機で織ってるんだけれど、はいはい、ちゃんとあの高旗っていうね、はいはいはい、座ってカンカンってやるのはあるの、はいはいはい、それはねだんだんやっていくつもりですけど、なんか結構蔵で眠ってないかな。だからその昔の 手垢がついたものが欲しいんだよね、だからだあの YouTube で言って皆さんで発信すると、この天空の里山さんにこの織機がね、うん、あの集まってくるんではないかと、うん、そう譲ってくれる人いたら声、はい、声かけてもらいたいな、はい、いたらね、本当天空の里山の、あ、これがね今さっきからお話しされていた、天空の里山のオーガニックコットン 100% で作られた布だそうです。そうです、もうね、はい、江戸時代の農家の方の布なんて、うんうんうん、このぐらい粗いですよ。ああ、うんうん、そういうことか。そう、すごい、うん、でもっと細くて強い糸をこの織姫さんたちは今、うん、鉄むいチャルカで鉄むいで作れるようになってます、うん、だからすごいですね、うん、令和4年は草木染めもやりたい、それから、織の方もねやりたい、うん、じゃあ天空の里山さんはこういうオーガニックコットンとかこういう織物とかそういうのに興味がある方と、それから無農薬で野菜を作ってみたいとか、はい、あとは仲間が欲しいとかこういったね人たちと一緒にワイワイ楽しくヨガなんかもやるんですよね。そうだよ、来週ヨガだよ、来週だって、ヨガもやるそうなので、天空の里山さんのフェイスブックもね貼り付けておきます、これ見てください、うん、あとは何でしたっけ、コーラスね、なんか合唱もやってるんですよね、天空の里。だから集まってきた方々でもう楽しい楽しいイベントがいっぱい。今度ね、はい、オーボエとピアノの、音楽会もやります。オーボエとピアノの、うん、あ、それじゃあもしかしたら私素敵、あのイベントできたらぜひね、はい、またあのフェイスブックに上がると思うので、はい、皆さんお楽しみに、うん、はい、ありがとうございます。あと何か法人にしようと。法人にする、うん、もう個人の経営ではなくて、うん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 、
しかもそれは農業法人とかではない株式会社として、うんうん、株式会社ですね。この1万坪、はい、またさらにその周りにあるこの地域の資源を生かしてちゃんと、はいはい、株式会社にするとどういう、ここに今度調理場ができて、調理場ができるんですね。加工、うん、加工品も作るし、加工品も作れそうですよ。それから、うん、まあ観光農園的な、はい、観光農園ね、はい、そうっていうのは農家民泊みたいな、あ、農家民泊 ね、うんうんうん、長期に滞在したいとか、はい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 、だからこの調理場も農家レストランの、うん、まあ、うん、ちょっとね、うん、できればいいし、もういるじゃないですか、スタッフ、うん、そうそう、だからいう、いろんな形を、うんうんうん、もうこう多角経営をして、うんうんうん、どんどん、でもね、ここ2019年からお邪魔してますけど、うんうん、どんどんこうね広がってるのが変化してるよね、すごいわかるので、とっても嬉しいです。パチパチパチありがとうございます。じゃあ今日は小島さん、ありがとうございました。いえいえ、これから畑少し見せて、そうだね、はい、そうだね、ちょっと歩きましょうか。はい、ありがとうございます、ね、じゃあ一回お話は切ります。今日なんていうの、農業体験始め、麦の麦踏みだそうです。あ、このさ、はい、いや、あの、丈夫な小麦ができますから。へえ、そう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 、これが強力粉っつだよね。強力粉になる。強力粉だったら中じゃなかった。でも補うのも必ずしも化成肥料でなくてもいいんです。はいはい、うん、その状態によってね。そうそうそう、これは外人だよ、ここやった。ここ、うん、この広いところ。これ、この電線に囲まれてる。自分でやってんだ。これタイ、タイ、ね、だ、このネギすごい美味しそう。ヤギウの、はい、つけた、私が、はいはいはい、受けてつけた名前がヤギウ菜園。ヤギウ菜園、天空里山。はい、ちょっと今から上の方に、はい、うちのおばあさんが名付け親だからね、うんうん、天空はね、天空の里山が、ね、みんなこの集落の人も、うん、あ、いいネーミングだなっていうことで、うん、伝わってきた。最後までご視聴していただきありがとうございました。天空の里山、素晴らしかったですね。福島さん、ありがとうございました。聖子さんもありがとうございました。私は Facebook、アメブロ、Twitter、いろいろやってます。チャンネル登録もどうぞ、この機会によろしくお願いします。ここでお知らせです。2月12日、ひろちゃんのなりたい自分になるマインドセッションを行います。場所は六本木です。イベントページどうぞご覧ください。また2月19日、片岡ジョージの絶対に笑ってはいけない殺人ウイルス24時も、福縁の宿で行います。こちらもイベントページをどうぞご覧ください。じゃあまた。バイバイ。